なんだこの格好、何する気だ。まさかバカ、何想像してんだ。さっさと行くぞ。あ、ビーチバレー対決って、な、おいおっさん。おっさんじゃない。稲妻のごとき突然の対決、受けて立つのは宇宙最強の幼なじみチームブルーパンツ。なんでビーチバレーなんだ。魅惑のデコッパチアスランザラ。僕たちはどうしてこんなところへ来てしまったんだろう。気分はいつもフリーダム、キラヤマト。対するはキレてなだめて名コンビ、チームレッドパンツ。ふん、伊達に赤を履いているわけじゃないんだぞ。銀髪のボブカットイザーク・ジュール。グレイト。金髪のオールバックディア・カエルスマン。本日の実況はカガリユラ・アサハ、解説はラックス・クラインでお送りします。この試合は無駄なルールを全て排除、先に50ポイント取ったチームの勝利とする。では試合開始。キラー頑張ってくださいね。うん、やっ、お来たぞ。よし、シュワッ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 シュ、おりゃあ、思い入れのあるハローを打ち返すことなどできまい。なに、このへちゃくそな絵、子供の落書きだろう。キモい。ダメじゃん。チームブルーパンツ一点先取。それはい、あれ、イザークとディアッカは全く手が出ないぞ。キラとアスランは最高に絶好調ですわ。さあ、いよいよあと1ポイントでチームブルーパンツの完全勝利だ。素敵ですわ。あれ、チームレッドパンツは体力も気力も限界か。滑稽ですわ。ディアッカ、お前のあれを俺によこせ。何言い出すんだお前。ラストゲール&バスター、それ足、俺の足掴んでるだけ。さあ、ボールが打ち返された。やっとビーチバレーっぽくなりましたわ。うん、足くそ。おっと、思わぬアクシデントで1ポイント。やったぞ。ビンゴだったとはな。今のうちにどんどん攻撃だ。これは大変だ。どんどんポイントが入っていくぞ。思わぬ形勢逆転ですもん。チームレッドパンツついに同点に追いついた。奇跡ですもん。よし、勝つのは俺だ。さてどうかな。そりゃわからねえけど俺は寝る。なっ、重いだけでも寝てるだけでもダメなのです。だからお前、頭ハツカネズミになってないか。シャバラー、なんて羨ましいこと。この民間人が！あれ？50対49でキラとアスラ、チームブルーパンツの優勝だ！寝てていいのですよ。だから人は眠れるのですから。俺の夏は終わった。ほっほっほ。で、敗北の歴史がまた1ページ。グレイト。